まずはホーム北九州です。ゴールキーパー加藤はリーグ戦では第14節の東京ヴェルディ戦以来のスタメンです。最終ライン右から野口、岡村、村松、永田、アンカーに針ヶ谷、ワントップ前川、その下に右から藤谷、高橋大吾、伊沢、そして佐藤亮と予想しています。今日は 4-1-4-1 のフォーメーションで予想しています。代わってアウェーの千葉、ゴールキーパー新井翔太、最終ラインは右から岡野、新井一輝、鈴木大輔です。チャンミングが前節でレッドカードをもらいまして今節出場できません。ですからこの最終ライン新井一輝、リーグ戦では14試合ぶりのスタメンとなっています。ダブルボランチ田口と小林、右のウィングバック安田、左が小田、ワントップサウダーニャ、ツーシャドウ船山、三木となっています。そしてまたここは岡野のロングスローがどうやら飛び出しそう。お、近いところ行きました。田口、もう一度左足で上げました。小田が折り返す、ゴールキーパー加藤。さあ今日は松岡さんと先制点がどちらのチームに入るのかというのを注目していますが、長いボール安田、クロスが入ってくる、ファーサイド飛び込んできた、オーダー。いやー、お互いにやはり先制点を取りたい、取られたくないという時間帯。速いボール入ってきた、ゴールキーパー加藤クリアします。パッチはキッカーは船山に変わっています。こちらも速いボール、ヘッドはゴールキーパー正面でした。最終ラインの選手もオーバーラップしてくるというのがこの千葉です。そうですね、まあ、新井選手はこういったところをしっかり技術持ってますので安定しますね。中へのボール、小田追い抜いていこうとした鈴木、中へのボール、後ろからシュート打ってきた、ブロック、三木のシュートでしょうか。柔らかいボール、北九州も懸命の守備、シュート打ってきた、ブロックから、ここはなんとか足に当てました。伊沢の守備でした。合わせに来るか、合わせます。ファーサイド、こぼれたところ、永田シュート打ってきた、わずかに外れました、クロスバーの上。悪くなかったと思うんですけども、太田選手はあのヘディング強いですね。ここは狙い定めた部分はありましたけども、ここ沈め切りたいところでしたね。千葉はユン・ジョンファン監督、一気に3枚変えてきました。特に2シャドウ2人とも変えました。そうですね、これで間違いなく躍動感、スピーディーなものは生まれてきますし、はい、変わった福光からサウダーニャ、スルーパス切り込んでいって、えぐって自分でいく、預けてシュートはなんとかゴールの右でした。この杉吉選手がやはりあの攻撃的なセンスがある選手ですので、最後永田が触りましたね。ここまでは両チームともまだ得点は奪えていません。野口選手いい方ですね。はい、まあ、高橋選手のプレスバックも良かったですね。今ね、2人で奪いました。はい、富山、ここで熊谷が足を伸ばした、さあ小野沢から預けて、カルドラシュート、J 初ゴールとはなりませんでした。北九州の選手が何人も今倒れ込んでいました。そうですね、4人ひっくり返ってましたね。いやこれ崩しとしては理想の形だったんじゃないですかね。もう相手これも出し抜いて、さあ決めてくださいというボールだったんですけど、カルドナ選手もこれはやっぱり、決めないといけないですね。そのカルドナ、針ヶ谷、いいんじゃないですかね。スルーパス、カルドナ切り返して倒れたがノーファウル。まあ、左利きなんですけど、今右足では打てたんじゃないかなと。そうですね、打っても面白かったんじゃないかなと思いますね。小林監督は何度でも打てと、決して恐れるなと話をしていました。中ヘッドシュート、カルドナ、カルドナの決定的なシュートが続く。いやーボールは集まってきてますよ。今日はこのカルドナ、残り時間あとわずかではあるんですが、一つ大きな鍵を握るようなプレーをどんどん続けています。そうですね、ここで試合終了、両チームともゴールネットを揺らすことはできませんでした。